今日は千座キッチンに来ましたよ。ここはね、2年前ぐらいかな、2、3年前にちょうどめちゃ綺麗になった山口の有名な、みんな山口県みんな知ってると思うけど、まあ千座キッチン綺麗になったんでちょっと行きましょう。レッツゴー。椅子が無駄に綺麗っていう。はい、千崎ラーメン来た。ヤーマンってことで、あのね、観光船なのよ、ここ遊覧船。わかる？見えるかな？こっちが撮ってみる。見て、来てみ。見て、この量。この遊覧船で大島をね、ぐるぐる回るよね。青海島をね、大島じゃね。青海島を回るの。乗ったことあります？これ。俺、子供の頃1回だけある。俺もちっちゃい頃にあるんかな。もう記憶にないけど、今度乗りたいんよな、これ。と変えて、向かってこれ乗れるんですよ。で、何時に出るとか確か決まってるんですよね。そうそう。行ってみる？見てみます。行ってきます。怒られるよ。ここがチケット。そう、ここがでチケット買えるんですよ。それか。パンフレット見て、この周りを一周するんよ。これスタートやな。見えるか、見にくいけど、まあまあまあ来たら分かるし、ネットで見てみんな分かるでしょ。あ、大人が1300、1300円で回れるの？それは一番安い料金。一番安い料金で一番高い料金1400円じゃん。2200円。あ、2200円。でも安い。え、これで一周回れるの？何時間？1時間20分船に乗れる。で、2000円とバリ安くない？子供連れてきても、だってね、夫婦と子供2人で5、6000円で遊べちゃうじゃん。え、しかも絶対一生の思い出になるよね。こんなんだって見て、これめっちゃ通りたくない？ねえ、うわぁ、俺子供、うわぁ、見て、魅力的、魅力的。うわ、乗りてぇ、これ。ちょっと乗る？今日どうぞ。乗っちゃいます？後で。え、何時までやってるの？うわ、ダメじゃん。三鈴館行かないといけないから。うわ、もうちょっと早かったら、もう30分早かったら出たら。そうなんだよ。ありがとうございます。ちょっと絶対来るわ、近いうち、はい、っていうこと。海が綺麗やけ、行っても楽しいよね。綺麗っすね、マジで。魚とか見えるね。イルカとか見えたりするんですか？マジで。他に山、着きました。金子みすず記念館。やっぱね、この街でね、そういうことするんやったらね、絶対に外せない、もうビッグアーティストなんで、金子みすずさんの記念館ちょっと行きます。よし、行こう。間違いないっす。昔ながらのこういいね、港町。はい、いいっすね。こんなとこにあるのかな、本当に初めて来るよ。合ってます？商店がいっぱいあるじゃん。いいね。ずこっぽい。一緒でしたら、ちょっと書いていただいてご協力お願いいたします。はい。これ何年ぐらいやってるんですか？平成15年に開館いたしました。平成15年って言ったら、はい、生誕100年を記念して、みすずさんのね、はい、これみすずさんだもんね。そうですね、女学校時代の。え、これは等身大？座ってるんだ、この椅子にね、はい、これが座った椅子なんだ。いいえ、違います。それは座ってから一緒にツーショットで
あの記念写真を撮れるように。いい、じゃあ俺もしてもらって。歴代の本がね、いっぱいある。これはですね、映画とドラマの、うん、あの撮影の小道具で使われたレプリカで、それを譲り受けて展示してます、ね。はあ、これは？金子みすずのではないんだ。はい、違います。作ったものです、ね。ああ、映画の小道具。ああ、なるほどね。へえ、映画っていうの。みすずの映画。はい、何年前の何年前ですかね。何の映画なんて言ったらみすずさんの映画があったんですよ。そうですね。そんな映画があったんですか。はい、上戸彩さんが主役ドラマでしたね。英語は誰だったかな、3人ぐらい女優さんが舞台にもなります。このあれはみすずが使ったやつ。いえ、全然違う。あ、違うんだ、はい、売り物。いえ、これ展示用ですね。なんだパイロット人気って。ああ、この人、ここは本屋さんでしたよね、ミスさん。なるほど、入っていいですか。はい、どうぞ。これカメラ回していいですか。なんかもう、はい、じゃあどうぞ。はい、お肉が上がっていただきます。へえー、こんな感じでね。これミスさんの部屋なんだって。どうも、みっちゃん。あ、お肉がですね、お肉が。お肉が、あ、肉が部屋ね。ここ家なの、ミスの。そうです、ご実家。本当の。いやいや、再現したの。あ、再現か。あの、忠実に大体設計図とかを見ながら。へえ、はい、わぁ、いいね、心地いいもん、これ。で、ここでなんかやってたんだ、こうやって。そろばんできないけど、こう。みすずです。上がっていいですか。はい、どうぞ。へえ、結構ええ家に住んじゃったよな。立派っすね。広くない？広。ここはみすずの部屋。みすずの部屋なんじゃ、ここは。入らないでください。すみません。ここからね、こう眺めてて。ナンパしてさ。いいね。あ、レコードプレイヤー。まるもい。音楽好きやったのかな。好きそうですね。うん。降りてみますか。触っちゃダメですよ、今日。ここがね、実際にあったとこ。そうそうそう、いいよ。この糸だって。覗いてみて。 iPhone 落とさないでしょ。お前の人、こう携帯覗く。自分で覗きようよ、こいつ。外来種じゃないのこれ。あ、違うんだ。へー、なるほどね。何これ、さっきのとこと違くない？お店これ、横は本館やないですか。あ、本館があるの。本館に行こう。行ってみよう。みんな違って、みんないい。金子みすずよく見て、これ顔出てきてるから。何の顔なんですか、これ。誰の顔？みすずさんです。え、全員金子みすず？あ、違って、ごめんなさい。市民です、市民。あ、市民でしょ。市民、ごめんなさい。金子みすずの時、こんなに栄えてたんかなと思って、あの、それがめっちゃ金持ちかと思った、今。取り過ぎやろ、みたいな。そんな感じで栄えてたんですね。撮影禁止のとこ見たければ、おいでってことやね。そう。昔のね、いや、中撮ってね。貢献しますね。みすずの子、すごい。お子までみすずなんすね。さすがっす。はい、ここは金子みすずの墓ですね。墓よね。墓っすね。行こう。あ
ってことでね、いろいろ千座キッチン行って、金子みすず行って、長門いい感じでこう釣りのおじさんとか見ていろいろあったけど、今日俺が本当に行きたかったのはここなんですよ。どこわかる？プラモコは。はい。ね、そう、俺らの仲間の、赤目党のグラフィティライターの神楽の墓なんですよね。まあ、ちょっとその墓とか映したらできんけど、ちょっとまあ、自分の中ではすごく神聖で大事な場所なんで、ここはまあ撮影とか拝んでるとこしたりはしないんやけど、まあここは本当の目的で来ました。ここはね、この景色見えるかな、映ってる。これがいつも俺の仲間がね、こう毎朝毎晩ずっとここで見てる景色を、ちょっとまあ興味ないかもしれないけどね、視聴者の中、俺の昔の仲間いるし、神楽のこと知ってる人がいると思うから、その人に神楽が今毎日見てる景色はこれですっていう届けたくて、実は長門まで来ました。長崎じゃないけどっていうような感じですかね。まあじゃあちょっとこの海のあるところとかね、みんな楽しんでください、この景色を。本当すごい人で、いろいろ描いたよね、いろんな絵描いて、例えば一回あれ言ったじゃん、原発の、なんか動きからの、なんか中国電力のなんか揉め事があって、それのデモがあるって言って、でまあ俺たちも参加というか、まあデモ自体はやっぱりね、何万人も更新してるから、広島の行こうっつって、もちろん参加の方向で行って、で奈緒さんも一緒に行きたいっつって行って、その時に書いて、みんななんかこうプラカードとか持ってバーってやって、まあ俺はね、もちろんフリースタイルしながら、こう平和ラブばかり俺は届けてたね、神楽と。神楽はこう振り返ったら何持ってたかというと、自分で歩きながら更新して「命」っていうアートを描いて、その「命」っていうアートを持ってこう歩くんだけど、絵の具も何も持ってなかったわけよ。どうやって描いたんって言ったら、その辺にある色彩のものって描いて、爪楊枝で削ったりして描いたりして、本当にあるものでアートを作るっていうのが昔からなんかすごくて、そのなんかな、例えばこれ見てよっつって持ってきて、まあ、これまたさっきとつながる話なんやけど、これ見てよって持ってきてっつって、見たらなんかすっげえ細かいの削ったような絵を持ってきて、しかも超繊細、近くで見たらもう一本一本細い線で描いてあるってのわかるけど、遠くから見たらもうベタって塗ったかのように細かい絵、これどうやって描いたのっつったら、部屋にろうそく一本立てて爪楊枝で描いた。すごくない？好きですね。炙ってさ、爪楊枝を、はい、こうなんかこう焦げるじゃん、ちょっとそういうのとか書いて、で作品書いたりして、で俺に自慢してきたりしてた。どうっつって、やばいっすね。でなんかいつも、まあ、俺だけじゃなくいろんな人にイラストをプレゼントして、そういうことをやって、すごくなんか神楽と、過ごした時間は俺にとってもすごく勉強になったな、まあ、今もねこうやって心の中におる感じではあるんやけど、でそういう墓にね今日来れて嬉しいし、本当はね神楽って結婚してて、まさみちゃんって言って、そう、そのまさみちゃんがまた面白いんよね。イケイケな女で、もう奈緒さんの奥さんって感じ、全身タトゥー、まあ2人とも全身タトゥーだったけど、もうなんかまさみちゃんはもうタトゥー入れたらもうタトゥー入ってるねって感じの人で、言ってると、まあ会ったことある人わかるけど、タトゥーが似合うというんかな、まあそういう感じの勢いのある、ね、女性の方で、すごく色彩がね、色がめっちゃすごかったの。で奈緒さんの手掛けるぶっ飛んだ感じの、ぶっ飛んでるけど的を得てる絵にラインに、まさみちゃんが色を塗る、色を落とすことですごくなんかもう命が吹き込まれるというか、もうニコイチみたいな感じの2人だったのね、うん、俺すごいファンで、で一緒に赤目通って出てきたこともすげえ自分の中で嬉しいし、ね、まだ全然これからとも思うし、やっぱそういうアーティストをね持った山口県っていうのはすごく幸せで、僕たちの心の中でこうやって神楽とかまさみちゃんとかね、こうやって感じることで2人は生き続けていくし、2人に限らずいろんな人、今日行った金子みすずさんもそうだし、みんなの中にアートというものが本当にどれぐらい人生にいらないものではない、本当はいるものっていうのを
みんな知ってるはずないけどね。どうでもいいものないけどね。本当はめっちゃ大事だったりするんよね、アートって。ハートフルになれるけんね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 。ということで今日は長門からお届けしました。ありがとうございました。じゃあユニーク TV、 またヤマのリスペクト。